花巻東野球部分裂、高校野球の金ヶ崎部員5人は第106回全国選手権岩手大会7月10日開幕に部員不足の特例措置を受けて出場する。春の大会は校内他部の協力を得て単独で出場したが、夏はチームを組めなかった。花巻東から5人を借り、大会参加が可能となった。金ヶ崎は3年2人、2年1人、1年2人、春は吹奏楽部や卓球部などから助っ人を借りて地区予選に出場した。その後、複数校に遠望チームを打診したが、単独出場が決まっているなどしてまとまらなかった。千葉一馬監督は何としても不参加は避けたいと健康野連に相談。連絡を受けた花巻東の佐々木宏監督は助けられるなら協力すると受け入れた。そこら当たりの連望チームより強いやろ。大谷さんもびっくり。まんまなら決勝で花巻東同士の対決になるわ。どうせ県予選も出られんならよそで出るわな。助っ人がチートすぎるやろ。どういう基準で助っ人派遣するんやろ。まさかこいつらが甲子園行くとはな。 Y の母校も分校に助っ人出してたことあったな。いいことやな。これ他もやれるとこはやりゃえよ。育成にもなるいいシステムや。これってあれなの？確かに写真見るとめっちゃ生き生きしてんな。こういうのワクワクするよな。ありかなしかなんて言ってられないくらい一校で野球ができない時代になってるのよな。野球部ない学校に名義借りて高野連登録すれば B チーム出せそう。混ざった場合、助っ人は他校の校歌歌うときどんな気持ちになるんだろう。漫画でこういう展開を見たい。アワポケであり、そんな展開。強豪の補欠は試合に出る喜びを爆発させて覚醒しそう。皆さんはどう思いますか？ぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。